足長くなりたい、くそ。はい、どうもプロタンです。はい、ということで、開幕早々あれなんですけど、物むらいで右目。ちょっとあんま見えてないですけど、うわ、イケメンと美女いっぱいだ、俺の視聴者。ねえ。今日は、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、引っ越してきて初めてのご飯っていうのもあれなんですけど、昨日すごいこと起きて、また後で話すわ。いや、俺マジで、いやでもなんだろうあれ違うかな、また後でちょっと聞きたい。そういう人いるのかなって。俺本当になんかドラマとかアニメの世界でしかそういう現場出くわしたことないから。はい、じゃあちょっと今日は、はい、いつもの飯です。これ12回目ぐらい、札幌味噌ラーメン。これに、俺もっと味噌味噌したいと思って、天然醸造生きる、これめちゃくちゃすごくない？すごい高くて700円ぐらいしたんですよ。でこの濃厚味噌がめちゃくちゃうまくて、これ最近夜ご飯にかけて食ってんだけど、これを嘘っぱちの味噌だから、これ本場の味噌をかけたらもっとうまくなるよねっていう。こちらなんかここの近くマジ高級スーパーってとんでもない。でこちらとろり半熟卵の、はいはい、こちらおこっぺパン、え、なんて読むのこれ。最近そう、これ記憶力判断力が気になる中高年の方って書いてあってさ、これマジで1週間前ぐらいにアキトと彼女とさ新橋で飲んでて、俺人生初めて記憶なくなっちゃって、新橋のさテーブルでぶっ倒れたらしくて、これ全部聞いた話ね。で通行人10人ぐらいがさ写真とか動画とか撮って SNS バレまかれてなかったから、めちゃめちゃ民度いいなと思ったんですけど、俺ほんとぶっ倒れちゃったらしくて。いや俺本当に酒がマジ怖くなった。俺人生で初めてなんだって、初めてなんだってじゃないわ、初めてで、はい、どこ行った俺の存在、どこ行った、記憶なくしたの初めて本当なんだ。さ、なんかドスコイゲームを始めたらしくて、で一人でボンボン自分で説明して、なんかこうやんだよこんなやつ説教して、やんなこうやってやんなよっつって、でそれで2人でね、で酒には飲まれんなと、酒は楽しむもんだとか言って記憶なくなって、いや本当マジ酒に飲まれない方が怖いっすよ本当に。草なぎ剛みたいになっちゃうから。まあ本当ド定番のだよね。あとスーパーでこちら唐揚げ、いつも自分で作ってるんですけど、なんかそこのスーパーのおばちゃんがめちゃめちゃ美味しそうだったんで、これ美味しそうな唐揚げ作ってたんだよね。で今さっきできたみたいで、見てくださいこちら、ちょっと目悪いもんで、ね、作った人の名前書いてあるマリアンだって。なんかピザとかの方が似合いそうな名前だけどね。あ、こっちはジョシアとかになってるわ。こっちはピクミンだって。おばさんだって結構50ぐらいのおばさんたちなの、結構キラキラネームだ。そんな感じで今日いっぱい食べたいと思います。楽しみ。反転術式、赤青だこれ。なんか最近ほんとやっとコメント見るようになったんだけど、その何ほんと気まぐれでコメント返しするようになったんだけど、なんか一緒に食べてる人が多いんだよね、その同じ飯を。俺と同じエビマヨ作ったらエビマヨ作りましたみたいな。あ、マジかと思って。なんかみんなと一緒に食える、その男とか料理しない人もいるじゃん、女性とかも。だからその食べやすい飯とか深夜飯、いやいや、お仕事とか、マジ、毎日、辛い死にてる人いっぱいいると思うんでね、ちょっとその人たちのために、元気が出る飯ということで。で、卵切っていこうか、ちょっと。いや、マジ、秋と酒強えよ、あいつ。舐めやがって。うわ、くっそ、あいつに煽られて飲んじまったな。くっそ。新橋、俺ほんと好きで、最近ハマってて。なんかめちゃくちゃ面白いんだよな、俺ほんと外で飲むの大衆大好きなのよ。でさ、面白い人いっぱいの新橋、なんかめちゃくちゃサラリーマンなんだけど、底辺みたいなサラリーマンしか飲んでねえんだよここはとか言って、めちゃくちゃサラリーマンなのにサラリーマンのことをディスりまくる人がいてさ、めちゃくちゃいい感じ、キミキミしてるわ。電話機思い出さない、このわかる、この俺だけかな、めちゃくちゃ好きなんだよこの形が。よくそれにさ指をさこう、ね、こう絡めててさ、こういう風にしてて、マニアックすぎるかな。これぐらい入れちゃおうか。で溶いていくんだよね、こうやって。めちゃくちゃうまいんだ絶対。うわうわ、これやばいやばいやばい、匂いが
絶対うまいから、ほんとやってみて、ほんとやってみてほしい。男、やっぱ女性視聴者いらないわ。なんか俺気使っちゃう。女性視聴者増やそうと思って、なんか髪型整えたりさ、服もちょっとさ、おしゃれにしようかなとかって思ったんだけど、服代もったいねえし、髪型とか整えるのもめんどくせえと思って、なんかもう男だけでいいよ、YouTube は。まあその中で女性好きな人いたらね、見てくださいって感じで。これで卵をここに、仲良く大好き5つ子。ただのコーンじゃない、スイートコーンだから。わ、ちょっと待って、卵たちが、タイタニックのディカプリオみたいに沈んでっちゃう。え、なにこれ、なんで、なんでこんな沈むの。うわー、バカうまそう。はい、ということでここでちょっとバイタスさんの、僕アンバサダーさんやらせてもらってまして、こちら毎日飲んでるサプリ、 かなり好きなサプリ、こちらビタパワー。これなんか成分がマジすごくて、柿抽出物、まあいっぱいいろいろなんだけど、知ってるな、あの名前で言うと、すっぽんエキス、うまヘビ粉末、赤まむし粉末、ジンジャーエキスで、なんかさ、ジオ競争っぽいやつが入ってて、ほんとこれ飲むとなんか若干、ほんとなんかちょっと体感して元気になる気がするんだよね。あんまビタミンでそういう効果あるってあんまないんだけど、これ毎日1回2粒ぐらい飲んで、これすごい気に入ってます。俺これ概要欄貼ってありますので、ぜひちょっとバイタさんの頼みを見てください。くらえ。最高、できた。ちょ待って、パンツの方が熱い。もうこれが一番うまいんだよ、正直ね。本当にこれ以上うまいもんないと思う。ニンニクと生姜と、はい、あの味噌入れました。ちょっと待って、これやばやばいやばい。え、米に合いすぎ。行きつけのスーパーのレジの店員さんぐらい合ってる。毎回合っちゃうんだよ本当に。ニンニク生姜やば。ね、醤油とかかけなくてもうまいわ。うん、違う。味濃いから。で、このほっかほかのご飯。めちゃくちゃ噛みちぎれる。マジ、前歯2本で十分。揚げ物いっちゃうか。これやばいって。ラーメンから米もちもちからのカリカリ。うわ、マリアンうまいよ。うまっ。うん。スーのやつ。はい。これを。電池切れた。ウインナーいっちゃう。ウインナーもあって。ちょっとサムネ映ってないと思う。うわ、うん、うん、うん、
ね、最高。はい、9対1。いただきます。くっそ、なんだこれ、全然飲めない。うわー、うわ生きてるって幸せこの言葉に尽きるような、本当に生きてるって幸せ、本当に。いいこと悲しいこと起きちゃうけど、いいことだけじゃないけど、生きるってそれを全て含めて幸せ。はい、最高。ということで、隣でエッチしてるやっています。びっくりして、え、ちょっと映像撮ったんだよね。まあほら、いろいろあるからさ、そんなガッツリ撮んない、音だけ撮って。いやでも、ここ住み始めて10日間ぐらい経ってんだけど、景色いいから外見んの好きで、たださ、なんかさ、AV みたいな音聞こえてきて、俺やべ、ファンザかかっちゃったかなと思ったらさ、まあ違うわけ。で、閉じたらさ、なんかやってんのよ。まあ結構さ、こう見たらさ、見れないんだけど、壁で。全然、仕切りがあって。でもなんか、声聞こえない、うっすら。だから、まあ可能性としては2つで、男か女がめちゃくちゃド変態なやつで、外、男がさ、ほら、お前、聞こえちまうぞ、みたいな、声出さないようにしねえと、マジやばいぞ、みたいな、やめて、みたいな感じで、そういうプレイしてんのか、もしくは、単純に閉め忘れて、ドアを、窓をね。で、その、窓を閉め忘れて、声が漏れちゃってたのか、どっちかだよね。まあ、俺は前者だと願いたい。いや、そんな、夜があったの。本当に、そんなことある。いや、まあ、なくはないよね。リアルタイムでこれ撮影したかったんで、さすがに難しいから無理だったから、この黄身のところをちょっと、クリーミーにして、幸せ感じる、うまっ。はい、おしまぴー、最高でした、今日も。ということで、これから正月がいっぱい待ってますから楽しみだね。俺正月一番大好き、お餅食べて、そして1月2日からまた鬱になっちゃう感じね。大丈夫大丈夫、ありがとう、一緒だから。お不幸も幸福も不幸も大げさに捉えすぎないでね、楽しく、不幸も幸福も大げさに捉えすぎないで、別にあなた別に不幸でもないし幸せでもないんだから、あれ、ありがとうございます。